宝塚シネピッピアは、兵庫県宝塚市の公共複合施設、ピピアメフにある映画館。2スクリーンを有する、全国的に見て珍しい公設民営方式の映画館である。1951年には、阪急電鉄が全額出資して、宝塚市に宝塚映画製作所が設立され、東方系の映画会社として、多数のプログラムピクチャーを制作した。 宝塚市には映画館も多数あり、最盛期には7館の映画館が、1960年時点では、宝塚映画劇場、宝塚大劇場、新芸座、宝塚中央劇場、宝塚銀映劇場、新華月劇場の6館の映画館があった。宝塚映画劇場は、宝塚ファミリーランドの一角にあった映画館である。このように、宝塚市は、 映画の街とも呼ばれたが、1969年頃には、最後まで残っていた新加月劇場が閉館し、以後の30年間は、宝塚市に映画館が存在しなかった。1990年には映画好きの主婦らが集まり、宝塚に映画館を作ろう会が設立された。この会は後に、宝塚シネクラブに改称し、映画の上映会や企業との交渉などを行った。 1995年の阪神・淡路大震災で会の存続が危ぶまれたが、半年後には映画の上映会を再開している。1999年10月29日、阪神・淡路大震災で壊滅的な被害を受けたメフ地区の震災復興事業の一環として建設された公共複合施設ピピアメフの中にシネ・ピピアが開館した。 宝塚市が施設を所有し、民間が運営する公設民営方式を採用している。シネピピアの開館後も、宝塚シネクラブは、スミレザと解消して、上映活動を続けている。2000年には、スミレザなどを中心に、宝塚映画祭実行委員会が結成され、同年11月にはシネピピアをメイン会場として、第1回宝塚映画祭が開催された。 2013年4月には大手配給会社の配給作品が完全にデジタルシネマ化された。シネピピアは公設民営方式の運営という性質から宝塚市に対して2013年度予算でのデジタル上映機器導入費用の負担を求めていたが宝塚市は2013年度の予算形状を見送った。宝塚映画祭委員長で文芸評論家の川内厚郎。 映画監督の大森和樹、漫画評論家の村上智彦らが中心となり、宝塚唯一の映画館、シネピピアを支える、会名義でデジタル化工事の予算を求める署名活動が行われた。約20日間で、宝塚市内外から4387件の署名が寄せられ、2013年1月8日付で、宝塚市長の中川智子に対して嘆願書が、 提出された。2013年2月19日にはこれを受けて、宝塚市は2013年度予算案にデジタル上映機器導入のための初年度費用580万円を計上すると発表した。その後、5月21日から5月22日には映画上映を休止して、シネピピアにデジタル加工事が実施された。6月1日にはデジタル上映が開始され、 映画のデジタル化と関連したマリーゴールドホテルで会いましょう。サイドバイサイド、フィルムからデジタルシネマへ世界に一つのプレイブックが上映された。シネ・ピピアは阪急宝塚本線メフ神社駅前の公共複合施設ピピアメフの5階にある。劇場はシネマ1、シネマ2の2スクリーンであり、客席数はそれぞれ50席である。シネマ1では、 ロードショー作品が上映され、シネマにでは過去の名作などが上映される。映画館を利用しない客も利用可能なカフェ、展示やイベントなどにも用いられるホワイエ、喫煙スペースを兼ねたガーデンテラスを併設する。なお災害等の非常時には宝塚市の避難所として活用されることが想定されており、 座席のリクライニング仕様が可能など、一般的な映画館とはいささか異なる仕様となっている。毎年秋には、シネピピアが宝塚映画祭の会場となる。大阪市西区にある、シネヌーボは、シネピピアの姉妹館であり、シネヌーボの代表である、影山治が、シネピピアの支配人を務めている。ありがとうございます。